こんにちは、サイフォン TV です。今日はどこにいるかというと、久々ですね、神奈川県の愛川町というところにある、神奈川県立愛川公園というところなんですけど、まあ、ここにも看板がある通り、この先にですね、行くと、神奈川県で最大、まあ、というか関東地方でも指折りの巨大ダムである、宮ヶ瀬ダムに行きます。で、今日はですね、2024年の4月1日です。まあ、エイプリルフールなんですけど、まあ、エイプリルフールはあんま今日関係なくて、桜もね、ちょっと咲き始めてますね。今年なんか桜遅い気がするんだけど、咲き始めてますね。で、なんで今日宮ヶ瀬というかここに来たかというと、なんと、宮ヶ瀬ダムって確か2000年ぐらいにできた。ダムで、まあ、ここが、このエリアができたのが2002年ぐらいなんですかね。2001年か2002年に、この宮ヶ瀬のダムの、このまま行くと宮ヶ瀬ダムの下流に行くんですけど、この下流エリアが2001年か2002年にオープンしてるんで、もうオープンして22、3年経つんですけど、なんと今年の2024年4月1日から、このエリアに新たな見学エリアがオープンしたということで、そういうびっくりニュースがありまして、やってきましたので、今からその新たな見学エリアに行ってみます。サイフォン TV 4月1日のね、8時半オープンで、今もう8時半ちょうど過ぎたところなので一番乗り行けるかと思ったんですけど、前に一人、あれですね、さらに早く、しかも猿がいますね。あなたが一番乗りの方ですか？普通に怖いね。さあ、というわけで、今日オープンした場所なんですけど、というわけで、この下にね、石小屋ダムという、だから宮ヶ瀬ダムの、副ダムに当たるダムなんですけど、これですね。このね、副ダムにしてはめちゃくちゃ巨大な、高さが確か30メートルを超えるような巨大なダムで、一般的にはね、石小屋ダムって呼ばれているんですけど、国土交通省の川の防災情報かなんかとかで見ると、宮ヶ瀬副ダムって書いてあって、まあ、正式名称は多分宮ヶ瀬副ダムかな。それで、通称石小屋ダムと呼ばれているダムがあります。で、この石小屋ダムが今までは、天場を歩いて見るのと、下流側の天場と同じ高さのところから、見るぐらいしかできなかったんですけど、ずっとね、なんか、あ、これ、ちなみに、はい、これ、この先、これ、この巨大なやつ、これが、宮ヶ瀬ダムですね。まあ、僕もここ久々に来ましたけど、でもまあ、とはいえ、ここ、今まで何回も来てますけど、いや、でかいっすね。何回見てもこれはでかい。このね、ここから見える宮ヶ瀬ダムの光景が、僕がもう本当にまさにダムにはまった光景。ですね。で、まあ、地は、まあ、ちょっと後で行ってみようかな。で、今日はちょっととりあえずここに行きます。こっち行きます。で、石小屋ダムは、完成以来ね、ずっとね、ダムの左岸側から、なんか下に降りる階段があるんですよ。あったんですよ。なんか岩で作られた、岩のような形をした、多分コンクリートを加工したのかな、というような、義岩で作られた階段は、ずっとあったんですけど、ずっとね、完成以来僕多分立ち入りできたところを見たことがないので、ずっと多分立ち入り禁止だったんじゃないかなと思うんですけど、なんと、この2024年の4月1日今日から、そこがね、階段が開放されたというニュースが急に数日前に、宮ヶ瀬ダムの公式の旧ツイッターで飛び込んできまして、それでちょっと今日早速朝一で来て、で、まぁ、ちょっと撮影しようというわけで来てみました。そしてこれが石小屋ダムですね。上流から今これ見てますけど、やっぱね、副ダムにしては巨大ですね。越流はこんな感じです。で、石小屋ダムは、宮ヶ瀬ダム、あ、ちょっとこっからだと見えないですけど、あそこにあるんですけど、の、いわゆる副ダム。だから、宮ヶ瀬ダムが放流した時に、
すごい勢いの、放流した勢いの水がそのまま下流に流れていくのを、一旦ここでせき止めて、ここからこう、流すことで、まあ下流に流れる水の勢いを抑えるのと、それから、宮ヶ瀬ダムの下流に、相川第一発電所っていう発電所があるんですけど、そこもまあ大量の水を使うので、その相川第一発電所が運転している時に下流に大量の水が流れる。で、発電してない時は水が流れないっていう状況ができるので、一旦ここで溜めて、で、ここから一定量の水を放流することで下流の流量を安定させるっていう役割と、あともう一個ね、この宮洲ダムとこの石小屋ダムがある、この川は、中津川という川で、下流で相模川に合流するんですけど、こちら側に相模川が流れていて、相模川の水と中津川の水を総合運用するという役割がありまして、宮ヶ瀬ダムで溜めた水を一旦放流したのを、これがトンネルの入り口なんですけど、ここからね、トンネルで、相模川の方に送ることができて、その送った先が、白山ダムの上流になるのかな。なので、宮ヶ瀬ダムで溜めた水を、相模川が、まあ、ちょっと渇水気味の時とかに、白山ダムに送って、水を有効活用することができるとかね。そういうような、いろいろな、実はね、ちっちゃい宮ヶ瀬ダムの副ダムなんですけど、実はいろいろな役割があるという石小屋ダムです。で、まあ、天場はこうやって普通に歩ける状態なんですが、まあ、ちょっとじゃあ、とりあえずまず天場行ってみましょうか。こんな感じですね。で、宮ヶ瀬ダムがね、放流すると、観光放流ではまあそうこっちは放流しないんですけど、宮ヶ瀬ダムが洪水調節とかで放流すると、ここね、結構ザーッと越流する姿が見えたりとかして、眺めで大迫力の光景が見えます。で、石小屋ダムの特徴はもう何と言っても、この化粧型枠っていうんですけど、このまあ、まるで石垣とか自然石を使ったかのように見える、この複雑な模様がついているという、のが、まあ、これ特徴かなと思います。ちょうどね、これが作られた2000年ぐらいが、ちょうどね、こういう化粧型枠を使うダムが、まあ、全国的にいくつか作られたりしていて、ちょうどね、当時の流行りかなっていう感じがします。で、今日オープンしたのが、あ、ここですね。あそこにちょっと階段見えますけど、これ。ここが今まではなんか、もうこれとだから同じような、ゴツゴツした階段だったんですけど、なんか綺麗なコンクリートに作り替えられて、だからあれだね。つまり石小屋ダムのフーチング階段が開放されたというような感じですよね。多分、今までのゴツゴツした階段は危ないっていう判断があって、まあもしかしたらそのオープンした直後に怪我をした方とかがもしかしたらいたりするのかなとも思いつつ、ずっとね、閉鎖されてたんですけど、ようやく完成が二十何年経ってようやくついにオープンしたというね。まあもしかしたらだから完成当時は一時的にオープンしてた時期もあるのかもしれないですけど、じゃあちょっと一回右岸側まで行ってみようかな。まあ石小屋ダム自体はすごい、高さが、ちょっと今じゃあテロップ出しますね。このぐらいです。高さが30何メートルってなってますかね。で、幅もだから100メートルあるかないかぐらいじゃないかな、多分。はい、こんな、あ、こっから見るとなかなか迫力の光景ですね。で、あの下流の橋にも行けるみたいなんで、それがね、見れるとなかなか、あそこから見れるとね、なかなか大迫力かなと思います。しかも、あそこに放流バルブがあるんで、見えるかな、これ。あそこからね、結構放流してることもあるんですよ。そしたら結構、あの橋の上から見るとなかなか迫力の光景が見えるんじゃないかなと。今日は残念ながら、今時点では、全く水は流れてないですね。だからあそこに相川第二発電所があるんで、あそこからまあ一定量はね、ずっと放流はされてると思うんですけど、じゃあ早速と言いつつ、だいぶ時間を食ってしまいましたが、じゃあ行ってみますか。いよいよ。あそこが白山ダムの方に送るトンネルの入り口がこれですね。では、オープンしたての直下に降りる階段行ってみますね。そうそう、ここがね、今までね、ここね、入れなかったんですよ。ここがこれ普段はどうなって、あ、開門時間は8時半から17時
だそうです。毎日かな、多分毎日じゃないかと思いますが、じゃあいよいよ、いやーここがねずっと、いやすごい本当に綺麗な階段に作り直されてて大変降りやすいですね。前まではね本当にこういう、これと同じような材質のこういう感じのね階段だったんですよね。まあそれでもね降りたいなとは思ってたんですけど、すごい、あ、すごい、なかなか探検感があるね、これね。この辺は本物の岩かな。だから本物の岩、もしかしたら本物の岩を削って本当に岩の階段だったのかもしれないね。どうなんだろう。おー。あとあれかな、もしかしたら、まあ一般的には立ち入り禁止だったのかもしれないけど、なんか見学会とかでね、この相川第二発電所とか、まで来たりすることもあったかもしれないですよね。だからもう完全に誰も一般の人が入ったことないっていう状況ではもしかしたらないのかも、なかったのかもしれないですが。あ、ここ、おお、すげえ。これなかなか、これなかなかですね。これはいいね、ここの場所は。これはね、いいよ。これはすごい。思わず、ちょっと僕今本当に笑顔になってますけど、これはいいね。なんか新鮮。もう本当に、宮ヶ瀬ダムにしろ、石越ダムにしろ、本当に何十回行ってきてますけど、ここに来て新たな、ね、見どころが増えるって本当にすごい、いいね。そしてこのまたね、この橋を開放してくれてるっていうのがすごい分かってるよねっていう感じがありますね。あ、これだから今まであんまりこうね、自分の目で見たことが、写真とかではねきっと公式とかで写真出てると思うんですけど、自分の目で見たことがある人は多分あんまりいなかったんじゃないかという、石越ダムの下流側正面からの姿ですけど、わ、すごい、猿のうんこがすごい落ちてるんで気をつけてください。おー、これ8時半から17時まで多分毎日オープンだと思うんですけど、宮ヶ瀬ダム洪水調節してて、ここ越流してるような時も、ここ入れるかな？入れるといいな。まああまりにもね、危険な状況だったらちょっとあれですけど。いや、石越ダムこう見ると、僕は正直こういう、まあ、石垣風の化粧型枠というか、のダムは正直まあ、そんなに好きではないんですけど、でもまあ、この姿はなかなかかっこいいし、これ福ダムだって思うとやっぱすっごいね。これ福ダムか。でね、実際本当に洪水調節の時よく越流してる姿見れるんで、まあ僕も前動画撮ったことあるんで、ちょっと動画、ここで出しますけど、こんな感じでね、こんな感じで熱流してるんですよ、するんですよ。さすがに左岸側のこっちはいけないのか。ここ、あ、あそこにあるね、階段、右岸側にもあるね。そうそう、あんな感じのね、階段が、ちょっとこっちはすごい苔がすごい生えてますけど、こっちにもあるね。あんな感じの階段がね、ついてたんですよね。それを、まあ、だからね、あんな苔生えてたらもちろん滑って危ないだろうし、だから多分ああいうね、綺麗な階段に作り直して、まあでも、ここに来て、ここを開放するっていうのを誰がやろうって言ったんですかね。すごいな。で、あそこに放流バルブも見えるんで、まあ放流してると、なかなか迫力のある、まあこっちに飛ぶのかな、きっと。こっちの方に、あ、そして石越ダムにもちっちゃい福ダムがついてますね。こっち、この辺に多分放流がバーってされるんでしょうね。で、ここが、相川第二発電所の放流口ですね。なんかもやもやしてるんで、多分今も。ここはもう、ほぼ一定でずっと発電し続けるっていう、一定量を下流に流し続けるっていう発電所なんで、まあずっと流れてると思いますけど、こんな感じで放流されてます。いやーすごい。本当にこれはいいね。ここ、
宮ヶ瀬ダム何回も来たことがあるし、石越ダム何回も来たことも あるよっていう方でも、ちょっとこれはね、また、新たなエリアとしてすごいいいと思うんで、もう一回また皆さん来てみてください。本当におすすめですね、これ。で、今日、オープンした4月1日なんですけど、桜もね、今咲き始めぐらいなんで、今週末とか多分ちょうどいいんじゃないかなと思います。いやーすげーなー、完成して20年以上経ってるダムが新たな見どころができるって、すごいこともあるんだね。すごいね。というわけで、今、なんかあそこから見れたらいいのにって思うようなところを立ち入り禁止にしているダムの皆さん、ぜひ、ちょっと整備してね。まあ、柵は多少作ったりしなきゃいけないかも。あ、でもこのなんか柵もさ、すごい、なんか、あれですね、こう、手作り的なというか、そんなめちゃめちゃガシーンとしてる感じ、新たに設置しましたっていうような感じでもなく、なんか、だから最小限の投資で、新たな見どころがオープンできるんじゃないかと思いますので、で、これを僕は誰に、どこのダムに言ってるんだか、ちょっと今自分でもよくわかってませんが、いやーでもね、いいっすね。いいですよ、本当に。はい。というわけでぜひ皆さん、石越ダム、もう一度来てみてはいかがでしょうか。じゃあ、どうしよう。せっかく来たから宮ヶ瀬ダムまで行ってみますか。ね。久々に、宮ヶ瀬行ってみよっか。いやー、ここへ釣りをしてるとこ見たいね。見たいです。じゃあ今度はちょっと洪水調節というか、越流しているような状況の時に、まあ入れるのかどうかっていうところも含めて、見に来てみようかな。あのエアコンの室外機はさ、どこに本体が、しかもなんか動いてんだけど、どこに部屋があるんだろう。あ、これか。なんだろうね、これ。あれか。バルブの操作室とかかな。はい、というわけで、石越ダムの今日新たにオープンした展望台というか、見学エリアに来てみましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ、これほんとね、今日まあ放流してないけど、放流してなくてもなかなか迫力のある光景でおすすめですので、ぜひ皆さん来てみてはいかがでしょうか。ではこれからちょっとこの上流にある宮ヶ瀬ダムにせっかくここまで来たんで行ってみます。では、この動画が良ければいいねボタンを押してください。それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。何？この。はい。はい。放流量増えるかな？もしかして。もしかしてこの後、あれかな、放流量増えたりするんですかね。ちょっとわからないですが。